というのは海で暮らす哺乳類などの動物たちのことじゃよ。あ、おしらせ。リサちゃんもイルカやアザラシは知っているじゃろ。もちろん。そっか、そういうの怪獣っていうのね。もっといるよ、ラッコやペンギンとかもだよね。大好きな生き物ばっかり。もう待ちきれない、早く行きましょう。まったく調子いいんだから。まあまあ、リサちゃんの誤解が解けてよかったよかった。怪獣館には海や川で暮らす動物たちがたくさんおるのじゃ。なかなか見ることのできない珍しい生き物もおるぞ。しかもエキサイティングなショーも見ることができるのじゃ。それでは怪獣館に出発じゃ。ワクワク怪獣館ウォッチング。まずはアザラシゾーンじゃ。ここでは海に暮らすアザラシとアシカが仲良く一緒に生活しているのじゃな。うわー、気持ちよさそうにスイスイ泳いでるわ。灰色に黒いまだら模様があるのはゴマフアザラシだね。子供のアザラシと一緒だよ。ゴロゴロ寝るの大好きなのね。こっちに爆睡してるのもいるよ。アシカって起きたらとっても動きが素早いね。そしてこれが南アメリカオットセイじゃ。オットセイはアシカの仲間。耳たぶがあるのが共通点じゃ。じゃがアシカに比べて体毛が長いのがわかるじゃろう。氷が大好きなのね。もともと比較的寒い海に住んでいるのでちと暑いのかもしれんな。模様が50円玉みたいだから銭形アザラシって言うんだ。アザラシとアシカってどうやって見分ければいいのかな。アザラシは後ろびれが体の後ろに向いたままじゃろ。だから陸の上を歩くときは腹ばいになっておるのじゃ。だからいつもゴロンゴロンしているように見えるのね。アシカは後ろびれが前に向いておる。だから陸の上もスイスイ歩けるのじゃ。泳ぐ時の違いもあるぞ。アザラシが後ろびれを八の字状に動かして泳ぐのに対し、アシカは前びれで水をかいて進むのじゃ。アシカって人懐っこくて遊ぶのが大好きなんだね。その特性を生かしてこのようなアシカのショーが行われているのじゃ。すごい、こんなこともできちゃう。こんなにたくさんの人の前でよく演技できるね。そしてこのアシカくんの特技はなんとこのスマイルじゃ。ショーだけでなく食事の時間も見どころじゃ。みんな美味しそうにお魚を食べているよ。こんなに近く
アシカの仲間のトドじゃ。とっても大きいが、動きは素早いじゃろ。ちょっと怖いと思ったら、結構おちゃめ。こんなこともできちゃうんだね。トドもすごいけれど、投げている飼育員さんも偉いよね。さて、続いてはセイウチの食事の時間じゃ。うわ、こっちも大きいね。それに大きな牙だわ。セイウチはこの大きな2本の牙が特徴なんじゃ。この泳いでいるセイウチはまだ子供だから、牙はそんなに伸びていないんだね。大きくて怖く見えるが、実際はおとなしくて人懐っこい性格なのじゃ。アシカほど器用ではないが、ショーだってできるのじゃよ。とっても頑張ってる。こんなに近くで見て触ったりもできるなんてすごい。さて、アザラシゾーンもこれで最後じゃ。北の冷たい海や湖にいるアザラシたちを紹介しよう。ワモンアザラシはアザラシの中でも最も小さい種類なんだ。冬の間は氷の上の雪を削って雪の洞穴を作ることで有名じゃよ。バイカルアザラシはロシアにある世界一深い湖バイカル湖だけにいるアザラシじゃ。その昔、北極海にいたアザラシが川を登ってバイカル湖に住み着き、長い時間をかけて独自の進化を遂げたのじゃ。